お忙しいところ京王百貨店鉄道フェスティバルにようこそお越しくださいました。さあたくさんの方にご来場いただきましたけれども、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。さあすでにもうグッズ買われたよという方どれくらいいらっしゃいますか？さあお目当てのグッズ手に入りましたでしょうか？ありがとうございます。さあここからはですね、鉄道バラエティショーと題しまして、さまざまな鉄道にまつわるトーク、京王線にまつわるトークを繰り広げてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ申し遅れました、本日司会進行を担当いたしますホリプロアナウンス室女子鉄アナウンサーの久野智美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあありがとうございます。さあ皆様に少しだけお願いがございます。こちらですね、写真撮影動画収録はご遠慮いただいておりますのでお願いいたします。まあ、優先座席モードで皆様もスタンバイしていただければと思います。さあそしてこのトークショーの後にはですね、サイン会を予定しておりますので、各種グッズ手に入ったという方ですね、こちらお並びいただきまして、最後の最後までお楽しみいただければと思います。さあそれでは早速ですが、こちらのステージのプロデューサー、音楽界きっての鉄道ファン、向谷実さんをお呼びいたしましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ向谷さん、よろしくお願いいたします。さあ中央のマイクを、はい、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。すごい京王百貨店の歴史だねこれ。いやもうすごいですよね。すごい、こんなに集まっていただいたんですか。ありがとうございます。今日は盛り上がりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそれではこちらの方にも応援に来ていただいています、スーパービルズ車掌 DJ の野崎隆弘さん、どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もういらっしゃる前からちょっとステージちょっと、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう早速エアトレインご披露いただきましたけれども、でこの後15時からですよね、エアトレイン大会は。そうでした、はい、まだでした。はい、失礼いたしました。エントリーされた方はね、ちょっと心の準備もしていただきながらお待ちいただければと思います。はい、さあそしてこのステージには素晴らしいですね。この3名の方にも駆けつけていただきます。はい、日本テレビ系わら神様は突然にでおなじみの鉄道ビッグスリーの皆さんです。どうぞ。さあホリプロマネージャー南田祐介さん、ダーリンハニー吉川雅弘さん、そして斜め45度岡安昭義さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。うわーすごい、よろしくお願いいたします。すごいよ。うわー後ろの皆さんも見えますか。うわーすごい。いやすごいなこれ。いやいやいや、じゃあいつもの岡安のやつやってみましょうか。やりますか。いつものやつがあるんですよ、皆さん。ね、電車イベントといえば。はい、これいきますよ。はい、じゃあ皆さんの気持ちを一つに。はい、はい、みんな乗ってるかい？乗ってるかい？ご乗車ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあ岡安くんのもう一個のギャグ言ってみましょうね。もう一個のギャグ。わらがみ様で一番有名な、有名なあれですね。あの名言ですか？あの名言ね、はい。今日はこのステージを絶対に盛り上げますよ、俺は。はい。やってやんよ。毎回やってるんですけどね、そうそうそう、結構気に入っているスタッフさんと、はい、気に入ってないスタッフさんで、そうディレクター2人います、ね、そうディレクターの方2人います、ね、あれとここ慶応だけど東急の会でやったのがそうだっけ、あれやってやんよ。あ、そうですそうです、やってやんよはもうやってやんよ、あの時にね、ここたまに行かなきゃいけなかった時に、そうです、生放送のテレタバのニュース番組ですね。そうそう、野口さんをね、はい、そうですな、そうでした、の回で生まれた。いやー、今日は本当にね、ニコ生も中継してるんですね。そうなんですよ、今日。そうなんですよ、ユーザーの皆さん見えてますか。わー、皆さん、ニコ生の皆さん、ニコ生の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。もはようございます。ね、おはようございます。鉄道業界用語ですね。あー、すごいすごい。
まあこれだけのねメンバーが集まったということで、はい、うん、まあせっかくこのね夏休みお盆休みちょっとプロデューサー向谷実さんも、はいはい、昨日も乗り鉄に出かけられていたご様子が見られましたけれども、まあ、昨日はちょっと車鉄だったんで、車鉄、車鉄ということですか、そんな言葉ある、車乗りながら鉄道を楽しむの車鉄、新しい、まあ、乗り鉄の人は車使う人多いじゃないですか、はい、僕基本的に車使わなかったんですけど、はい、ちょっと乗りたくなっちゃったんで、はい、でいろいろやってましたけどね、どちら行ってたんですか、ちょっとあの富士山系の方で、あ、おー、ね、もうちょっとね、もうちょっと身延線ちょっと接触してみたりとか、身延線いいですね、もうなんかね、鉄道楽しいんですよあれはもう知ってますよ、いやもう、もういろんな、もうね、もう、もうなんかこれだけ鉄道の関係のイベントに集まっていただけるこれね、15年前とか考えられないですよ、どんな感じでした、もし同じ催しをしようと思った場合、もうね、俺はもうこれはもう日本におけるもう政権交代が完了したと思ってもおかしくない、日本鉄道党、この鉄道のイベントがこれだけねもう盛り上がって、はい、もうこれからの京王百貨店がこれでも売り上げを増進できるんじゃないかってぐらいの昔は鉄道って言ったら何それですからね、いやそうですよね、俺一番、ね、頭きたのはあのなんだっけ、留守井峠がね、はい、あの、はい、最後の日に、はい、あの当時のニュースステーションかなんか中継した時に、はい、集まってるその大勢の鉄道ファンをあの久米さんがなじったんですよ、何こんな人集まってんだよ、青じゃないかみたいなこと生放送で、もうそれから僕久米さんも絶対口聞くのやめようと思ったちょっとやめて、なんで急にそんな話をし始めたいやいや急にこの話はちょっと通過しましょうか、だからよくよく調べたら久米さん僕の高校の先輩で卓球部の OB だったんですよ、もうそっから先の俺の口のつぐみつぐみまあ今言っちゃってましたけどね、残っちゃいますよ、ええええ、のどかな午後のひとときにそんな、いやすいません、いやいや今日はですね、スクランブルみたいな、そうですね、あの、いやいや、まあ、でも場合によってはほらあのマナーが守れない方も一部いらっしゃったりとかするから、ね、あのこういう場に集まってる方がね、はい、その、まあ、中心になって鉄道のエンタメがより盛り上がるよ、ね、向井屋さんって言ったらなんてマナーって言ったら、ね、俺ね、もう一言言わせてもらうけど、鉄道ファン確かにマナーの悪い人いますけど、はい、世の中にマナーの悪い人はいっぱいいるんですよ、たまたま鉄道ファンのほんのごく一部のマナーの悪い人がものすごく大きな形になって鉄道ファンイコールまずいという方向に持っていくこと自体はですね、これは私が次の報道ステーションに出た時に古舘さんにちゃんと言おうと思っていつですよ、いやあれミスターサンデーごめんなさいね、本当俺のステージじゃないんですけど、まあ、最初だけちょっと喋っちゃう、ミスターサンデーにもよく出るんですよ、新幹線のあの日も僕は呼ばれたんですけど、はい、他のニュースが多すぎて枠が30秒以下になっちゃったんですだからあの時僕一言だけ言ったんですね、新幹線でああいうことがあった時にあれは事故じゃなくて事件、はい、これだけです、だあれで全部の新幹線のこと全部くくられたら新幹線やってる人たまんないっすよ、あの運転手さんはだってね、俺後で聞いたんですけど、はい、再立候してトンネルじゃないところに止めるために、はい、あのガスを吸った中で再度立候して非常で止めなかったんですよ、 あれ止めてたらトンネルの中ですからね、そうか、より大惨事になる可能性がありますよね、これ後で国交省、あ、言っちゃいけないんですけどいろいろ聞いたらそうだったんですよ ね、 でそういうこと報道されないじゃないですか、あと人命救助にもね、あれで手を尽くされたというような話がありましたから、一人の方が亡くなられ大変大変、もう本当にお悔やみを申し上げないです、大変なことですけど、やはりあの時の新幹線のプロフェッショナリズムがすごいのは、消火もしたけれども、そう、電車はもうある程度走りますよね、で ATC で防護されてて、それでさらに安全な場所まで行って止めたと、うん、これが鉄道マンのやっぱり素晴らしい、日本の鉄道のすごいところ、うん、でそういうところを報道していただきたいんですけど、マナーの悪いてっちゃんを取り上げてみんな同じっていうのはやめていただきたいと私は思うんですけど、皆さんいかがでございますでしょうか、そうですよ、コメントでもそうだそうだっていうのね、そうだそうだ、パチ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 、ね、でもあの一応今日鉄道バラエティショーなんでこういう固い話はこの辺で、ね、鉄道ニュースショーになってましたね、そう、今ね、そういう番組作りましょうよ、ニュースショー、次はね、久野さんも、はい、久野さんも超メジャーですよね、以前からですけども、あのね、伝説のね、あの二十何時間だけ、トワイライトエクスプレス、ね、あの928分遅れの列車に、はい、あのプライベートで乗車しておりまして、もう最近ね、はい、ヤフーのニュースのトップに久野さん出るじゃないですか、僕この人知ってるんですよっていうだけでものすごく仕事が先に進むんですよね、いや何をしてるんですか、あのだいぶ持っていただいてます、200%見るぐらい持っていただいてますけど、ありがとうございます、200%見るケーブルカーなミュージック高尾さんケーブルみたいになっちゃったんですけども、すいません、あの今日はビッグ3もね、
はい、はい、お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。ね、先ほどのでもやってやんよは、はい、カルタの札にもなってますからね、岡安さん。そうですね、はい、やってやんよね、やってやんよ。でもあれだけ、ね、なんか鉄道全く関係ねえって書いてあるんじゃなくて俺がなそんなやってやんよっていうありがたいことに入ってますって。あ、今持ってる方いらっしゃいます。カルタ、カルタ、ありがとうございます。あれ、ちょっと待って、あれ、こんだけいいのに一人しか買ってないの。そのことそのことね、待ってるけど、ほら、手を挙げられない方とかね、見えない方とかもね、いらっしゃいますけど、お家にある場合もあるよね。ありがとう、なんか急にセリみたいになってきたね、なんかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんはね、いかがですか、最近の夏休み中の鉄活、まあ、きっとお忙しいと思うんですけれども。いや、のり、はい、のりに乗りまくってますね。のりに乗りまくってる、めちゃくちゃなってる。最近あの三石行きました、あの越後ときめき鉄道と、あの金沢の新潟の方とか、あの今年初 の、 あの夏じゃないですか、あっちの金沢方面、あとね、はい、氷見線、城原線とかで、あっちの方も氷見線、城原線、いいですね、いいですね。なんかやっぱローカル線はね、夏はいいですよね、のんびり乗るのがね。あとこう、それで三石乗って帰ってきましたよ。はい、あ、そうですか。ずっと下で帰ってきましてね。下で、下で、下で。回り方を考えるのもね。金沢からずっと下で帰ってきました。ずっと下で帰って。下道ってなんていうか、新幹線乗らずに。だから北陸新幹線はあえて使わず、行きは新幹線に行って、で帰りはあの三石になったところに乗って、あ、そうですね。そっちパターンですね。はい。はい、南田さんは最近ちょっと軽めの鉄活について伺いたいんですけど。軽めの鉄活は、はい、最近近鉄特急の島風号にようやく乗車しまして、ついに島風号乗車しまして、おめでとうございます。そんな拍手ね、拍手が。これ夏ですね、島風号はですね、発売日と同時ぐらいには大体売り切れるんですけど、そうですね、たまたま直前にはですね、キャンセルが出る場合があるから、うん、ちょっと行ってみた方がいいよと、なるほど、はい、言われて、某関東ではね、ツーリストがね、某ツー、どうしました、急にどうしました、ちょっと意外、ツーリストまで来ちゃった、言おうかどうか迷ってるんですね。お気遣いをすべきかどうかはちょっとずっとこうやってますけど、どうしたんですか。旅行代理店、旅行代理店さんのところに行ったところ、思いっきり出てますよ、文字が後ろに、行ってるやんって書いてある。皆さんがね、ユーザーさんが書いてくださっていますが、そうそうそう、行ってるやん。そしたらありますよということだったんで、じゃあ1号車お願いしますってことで島風に乗りまして、ね、これ最高、1号車に乗られたんですね。1号車最高でしたね。1号車いいですね。島風に乗ったっていう方いらっしゃいますか。島風、あ、結構、結構いらっしゃいますし、イラストを持ってらっしゃる方、やっぱり大人の方がちょっとね、大人の方多いですね。すごい、イラスト、あれはグッズですか。グッズでしょうか。すごい、近鉄京都から大和八木まで、はい、およそ57分間、微妙な距離だね、それ微妙な距離です、ね、だからカフェ行こうか迷ったんですけども、これは行くともったいないと思って、ずっとずっとずっとこう、もう風呂から出れないみたいな、もう風呂が本読まないのに読書堂つけたりしましたけど、試乗会ですね、もうマッサージ機能などもありますからね、ポコポコやりましたよ。わらがみ様でも行かれてましたけどもね、その時今日はお見えでないんですけども、中川家の礼二さんが、そうですね、はい、まるで近鉄の社員さんかのようにね、そう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 、あの人すぐ転職しちゃうんですよ。すぐ鉄道会社に入りたいが目標ですから、すぐ入っちゃうんですよね。いつ芸人辞めてもいいそれで大輔さんがあかんっつってそうそう止めてくれるんですよね。いいね、それね、そうなんです。野田月さんはいかがですか。お忙しいと思いますか。イベント目白押しですよね、はい、うん、この夏。そうですね、僕はイベントとちょっと今レコーディングもやっておりましてですね。ということはちょっと次は時刻表テーマにアルバムを作っとるところでございます。時刻表のアルバム、ちょっとね、はいはい、ジェイ、いやいやいや、そんなJはおそらく J だよ、おそらく出ちゃうから両方 J はつきますから、 J よね、そちらの両方ともですよね、地獄で赤いページを曲にしようと思ってましてですね、赤いページ、後ろの方のページね、結構ね、キーワードになる言葉がいっぱいありますが、ただしとか多いでしょ、はいはいはい、何々願いをね、ただし山手線内の各駅を除くの、あ、そうそうそう、あれは曲になるんじゃないかな、歌詞になるんですか、歌詞
すげえな。自己評とね、うん。ですから旅に行ってないのに自己評をずっとね眺めてこう。いや素晴らしい。そんな作ってますね。いいね。ただしね。ただし。函館の場合は普通でした同士の乗り継ぎは適用されませんみたいな。以下の場合を除きます。はい。そうね。先週18切符で SL 磐越物語のグリーン車に乗ってて指定するとダメみたいなやつ。あれ乗ってるとね、間違えてそう嵐ですよあれ本当に。あ、そうですよね。なんでなの？って普通車の普通列車なのに。そうそうそう。グリーン指定がダメ。指定。グリーン自由は OK。自由は OK。グリーン自由。勉強しましょう。除きます。ただし指定席グリーン車は除きます。すみません。ただしで思い出した。俺この間キロシー乗ってきました。キロシー。キロシー。九州の。話題の。キロシー。あ、多分写真があると思うんですけど、キロシ出ますでしょうか。そんなキロシ、そんなキロシ、機動車でロイヤル、まあ、指定席でキロシ、移動車でこれ写真ということは食堂車ということですね。さあ写真出ますでしょうか。来ました、ある列車。すごいよな、ね、ある列車これね、すごいっすよこれ。だって向井さんテーマソングもね、ある列車のテーマとかね、弦楽四重奏でやりますけど、これ次のちょっと安いって言いましょう、これ、はい、これがですね、止まってた駅が日田っていう、あの日田、はい、今37度ぐらい、次の写真お願いします。暑いとこですよね、暑いところで、はい、この日田の駅で待ってたらですね、このある列車の横にですね、はい、すぐ出てきませんけど、なんで出てこないでしょうかね。さあ出ますでしょうか、ね、これです、これ、ほら、はい、ほらすげえ、これ塩前塩後なんですよね。塩前塩後、はい、この JR 九州のすごいところはですね、この種車がキハ47、そうですよね、はい、キハ47でもこうなるとね、これキハ47ですか。そうです、ね、そうなんですよ、こんなになりましたか、ライズアップ、ライズアップみたいです、ライズアップ、ライズアップ、そうだよね。でここちらっと見えるんです、ここにほら黄色し47って書いてあるでしょ、これ。でもちゃんと表記があるんですね。3500万台ですか、これ。すごいですよ。こっちはどんな思いで見てるんでしょうか、出世したなあいつ。そうそう、俺も手つないで走ってたけどよ。そうそう、18切符の客いっぱい乗せてよ。でね、これね、俺未だに分かんないんだけど、正面の写真、これ1個前の写真また戻ります。はい、じゃあ一度見せていただきます。これね、はい、乗った時は気がつかなかったんだけど、うん、撮った後に気がついたんですけど、何でしょう、前の写真見ていただくと分かるんですけどね、はい、このキロシなのにワンマンって書いてあるんですよ。なるほどね、ワンマン、なんでワンマンなのか、これワンマン、ワンマンってキロシのワンマンっていうことだけでももう歴史作っちゃってるんですよ。おかしなことになってますね。このワンマンは取り忘れたのか、それともこのままつき、あの、すでに8月8日から走り出してるの で、 でこれ車掌さんは乗務されてないってことですね。おそらく人はいっぱい乗務してますけどね、これね。それをワンマンと呼ぶのかね、いわゆるアテンダントさん的な方は、まあ、だからあの JR 九州さんってのはもういろんなさまざまな歴史を作ってますけど、ここでまたね、うん、鉄道ファンが大いに悩むキロシのワンマンっていうのですね。これ相当シュールですよね。今ユーザーさんがそのワンマン社長に見えるというような風に書いてありましたけど、うまい表現ですよね。これもでも金色で書いたらかっこいいですよね、ワンマンもね。もうここゴールドで、ここもね、ここもゴールドで、そこまでもワンマンって、ワンマン、スイーツ列車ということで、すいません、あの京王百貨店のイベントなのに全然京王の毛の字も出てくる。京王の毛の字やばい。しかも我々突っ込まなければいけないところ非常に盛り上がってしまいました。あの、ごめんなさい、それじゃあ、あの、本題に、はい、本題に、本題、やっぱじゃあここからはですね、はい、はい、あの慶応さんにまつわる、はい、あの50/50という、はい、はい、コーナーに参りたいと思います。もちろんの50/50じゃないんじゃないの、違うの。あ、じゃあ先に、先にあっちやってます、ね、今日ね、僕ね、あの慶応の、うん、ちょっととあるゲームを作ってみましたね。慶応ゲーム、待ってました、持ってきます資料をね。待ってました。はい、ではお願いします。じゃあここからはですね、あの吉川さんプロデュースである、はい、コーナーをこれきっとみんなも参加できるよね、はい、発射させたいと思いますが、吉川さんね、これ結構ロケでもですね、僕ねよくゲーム作るんですよ、あの、はい、神様とかでもね、ゲーム、はい、あの、はい、結構あの、はい、制作していろいろと問題作ってきてくださるんですよ、ね、はい、そうなんです、そうなんです。あ、ごめんなさい、ね、N700 のこれはやつだな、これ大丈夫かな、これ慶応のイベントだからね、慶応のイベントだから、慶応のイベントだから分かるの、いろいろとご配慮いただきますね。じゃあ行きますよ、題して、はい、お願いします。慶応帰れま10、慶応帰れま10、
帰れま点、帰れま点と、さあやってまいりました。慶応帰れま点、どういったゲームですか、どういったゲーム、はい、これじゃあ皆さんに路線図を今からお配りします。はい、路線図、はい、慶応線の駅、はい、慶応線と井の頭線を含みますよ、はいはい、69駅ありますけれども、はいはい、そのうち、はい、乗降客数、うん、乗降客数が1位から10位まで、はい、1位から10位まで、それを皆さんこう言っていただいて、はい、それで12位とか言ったらもうその時点でおしまいです。うわ、おしまいです。え、おしまい、おしまい、厳しいな。おしまいがいいんじゃないか。あっという間に終わる可能性があるということですね。厳しいですね。そうね、厳しいな。厳しくいきましょう。最初の方は結構当てられそうですよね。で間違って、はい、例えば国領とか言ったらそれで終わりなの。どうですか。おそらく終わりです。わかんないですよ。わかんないか。でもそれはわかりませんけど、南田さん結構攻めてきますから最初から。そうそう、あのね、コープレイ、コープレイを狙いますよ。お手つき3つぐらいまで OK だな。あ、じゃあそうしましょうか。お手つき3つまでにしましょう。お手つき3つ、皆さんよろしいですか。お手つき3つ、3アウトチェンジ、3アウトチェンジ、はい、これでチェンジで、この場合誰が次やる、次誰がやるんですか。これだから4人で、1人ずつ、4名が、はい、順番に、そうで、最もお手つきの多い人間が、はい、罰ゲームかなんかを後でイベントが終わった後に、あ、そうしましょう、ね、あの次のエアトレン大会までに考えると、はい、そういたしましょう、はい、それじゃあ行きましょうか。はい、はい、さあ、じゃあ、だから、ね、例えば8位とか、はいはいはい、9位とかを言ったらファインプレーなわけですよ。そうですよね。俺ね、それいつも狙うんですけどね。そうそう、それで大体外すんですよね。大体外して、この間西武戦でカット、オンエアカットになりましたけども、はい、西武戦で小平って言って、全然ダメでした、ね。そうそうそう、西武戦小平って言って、攻めすぎですって。それで、ね、これ何やろうね。わらがみ様で月並みじゃダメなの、月並みじゃダメなの。いやいや、もちろんいいんですよ、いいんですよ、いいんですけどね。それは向谷さんと、ね、向谷さんたる方がまさか1位をドンと最初におっしゃるなんていう、そういうちょっと南田さん、ね、攻めすぎる。そういうことはない、ね、これ皆さんガチですからね、ここ。本当に事前資料は私と吉川さんしか見てません。そうそうそう、はい、これは普段鉄道でなんかいいかっこいいこと言ってんのに、実際はこんなもんなのってバレちゃうやつ。実際やばいよ。いやでもね、京王線はね、なかなか難しいんですよ。そうなんですよ。すごい難しいですよ。難しいんですよ。難しいし、でもそしたら新宿渋谷とか言いにくいじゃん、この状況だったら。じゃあそれは南田さんのせい。それはそれは南田さん、それはやっぱり最後の方に取っとかない。じゃあ最後の方にもう最初からもう15位ぐらいまで当てるとか、もういやなるほど、15位だから15位か。じゃあ分かった、この中で10位を当てたやつが一番偉いってのと。あ、そうそう、そうそうそう、みんな狙うじゃないですか。したらじゃあでもお手つき3回まで、ちょっと待ってください。これははいはい、もう一回整理しますと、はい、京王線と、はい、井の頭線と、あと、あれですね、橋本までの相模原線、はいはいはい、どうも、全部含む多摩動物公園とか、府中競馬正門前も入るってことですね。京王線、京王グループの全ての駅、京王グループ、これ例えばでも、ごめんなさい、質問ですけど、はいはい、ダービーの日の府中競馬正門前はすごい。これはですね、これはそれはダメなんですか。それは一旦ちょっと審議させてください。審議に入ります。あ、これあれですか、あれですか、はい、1日平均、これね、平均ですか、1日ね、鳴らしてますので、平均、なるほど、そうなると、はい、やっぱ、あ、そうなるとやっぱそうですね、そうですよね、1日だけものすごく、と飛び田球とかもね、あ、飛び田球、味の素スタジアム、味の素スタジアム、味スタでコンサートやったりもするから。そうですね、あとサッカーのね、サッカーもある、試合だったりとか、京王玉川もね、競輪ありますからね。ちょっとヒントですけどね、乗り換え人員も含めてます。あ、乗り換え、ちょっと待って、はい、乗り換え人員も含む、乗り換え人員も含む、乗り換えも含む、乗り換えますよね。じゃあもうその人たちにもカウント、ちょっと待って、カウントされてます。じゃあ、マジですか。全然わかんねえ俺も。そうなるとちょっと見えてくるかもしれないですね。はい、じゃあちょっと今のはすごくいいヒントだと思います。はい、よし、はい、じゃあ、それでは南田さんからいきましょうか。準備お願いします。あ、じゃあ、おかっちから。危ない。そうだ、あれだけ僕危ない、僕あれだけのたまった以上は南田さんから。そうですね、先に出て向谷プロデューサーにあれだけ君がやるべきだ。そうですよ、食いついたわけですから。あれだけのたまったんだから。さあ、じゃあ南田さんお願いしますよ。ちょっと待って、やれよ。ちょっと待って、あれだけ南田さん、わかった、のたまったんだ。これ俺らの慶応愛がこれで示されるんだからね。わかった、いきなり出る。来年のイベントがあるかどうかに分かってますよ。いきますか、はい、
下北沢。下北沢。それ当たり前だよね、これ。これはちょっと。そうですか。でも一番手としてはいい答えが。これも多分3回読んだよ、きっと多分。はいはいはい。じゃあ吉川さんから参ります。お願いします。下北沢、はい、第5位です。おお、よかった。なるほどなるほど、よかった。いいとこいいとこ。下北はいいですよ。ちょっとでも安牌だったんじゃないですか。いや、やっぱね、いやちょっとね、五両編成つまんねえな。五両編成だからちょっと不安だったんですよ。確かに、ね、五両編成だから。そういでございます。確かにね、だって乗り多くは見えます。片方がね、片方はほら、いいでもいい発信じゃないですか。5位ぐらいから、うん、5位発信。5位発信真ん中。さあ、じゃあ次、野月さん。お願いします。じゃあ、僕はもう少し、終点側に振って、攻めてみたい。攻めます。終点側、順位側ということですね。では、今日は来てませんが、はい、うちの保線 DJ の、はい、地元である、調布。調布、調布、そこいいね、それいいね。調布、ここいいですね。攻めてみました。攻めて、これ攻めて。これは危ないんじゃないですか、これ。これどうですか。危ないんじゃないですか。乗り換え人員も、まあ、ありますか。乗り換え入ってますか。橋本。さあ、行きましょう。じゃあ、調布は、はい、第6位です。おめでとうございます。よっしゃ、素晴らしい。すごい、いいですよ。いいな。5位6位来ましたよ。いい感じ。さあ、向谷さん。向谷さん、向谷さんの表情が、向谷さんの表情がプレッシャーが。先ほど南田さんにやった下北沢、あのバッシングがあったよ。そうですね、あそこでちょっと煽りを入れられてましたね。下北沢はダメだよなんて言ってて、これプレッシャーやばいですよ。いやでもね、素晴らしい。いや、ここは俺あれですよ、大人の休日クラブでも乗れる年代になった。この年季をものにですね、年季をものに、と言っても困ったな。なんだっけ、ちょっと目が泳いでます。5位下北沢、6位調布。調布、はい、でもなんか5位と6位はさ、はい、分かりやすいよね。おーおーおー、俺チャレンジャー、俺チャレンジ、俺チャレンジするよ。ドキドキします。これは俺多分ね、これこそまさにね、11位10位9位ぐらいだと思う。わー、いきますか。10位を狙ってくださいよ。10位、10位、10位、19位は狙っちゃダメです。19位を狙っちゃダメです。地元の県外ですからね。さあ、どこ行きましょう。これはもう乗り換え駅ですよ。ほう、これ失敗したらもう今日俺このステージここでやめてやめてやめてください。さあ、みんな聞いてくれ。はい、ブバイガワラ、ブバイガワラ、どうやこれ、乗り換えだよ、これ、これは攻めます。さあ、橋が湧き起こっている、これ来るぞ絶対。ブバイガワラ、さあどうだ、攻めた。では吉川さん、お願いします。ブバイガワラは、よっしゃ、第8位。おお、すげえ。向谷さんのファインプレー、すごい、やりました。すごいですね。これパーフェクトあるんじゃないですか。あるかもしれないですよ。8位切れました。俺10位ギリだと思ったんだけど、まだその下にいる。あるんですよ。難しいですね、これ。難しいね、これ。パーフェクトだったら、ちょっともう俺ここ無理だな。俺無理です。無理。さあ、おかち、おかち、俺無理です。いやいやいや、おかち、俺1位やっちゃって。いやいや、もうね、今ストライク、ストライクだから、もうストライク、俺ストライク来ますから。もう、もういいよ、もういい、大丈夫、もう寝たら、まあ、次からの付き合いが変わるだけだから。ちょっと待って、ちょっと待って、怖いな。今こそです。自分の番終わったからってさ。じゃあまた来るもん、また来るもん。また来ます、また来ます。ちょっと待って、わかんない。さあ、おかち、どうしよう。これは、今こそです。でも今こそやってやんよでしょ、ここは。やっぱやってやんよ。よし、やってやんよ。ほら、9位やってやんよ。おお、さあ、盛り上がってきました。9位やってやんよ。9位、9位行くから、どうしよう。すげえドキドキしてますけど。9位、結構僅差だな、これ多分。これいいですね。5位、6位、8位が出てますからね。出てますから。こんな展開ないですよ、なかなか。皆さん、あえて上位を外して。だから7位、9位、10位あたりいったら、もう。難しいな。素晴らしいですけど。素晴らしい。さあ、おかっち。慶応さんからなんかもらおうね、これ。これも盛り上がってきましたね。これ、パーフェクトだったら、これ、すごいね。ちょっと待って、マジでどうしよう。さんま御殿方式でね。ブバイガワラ、わーってなかなかないですよね。ブバイガワラで、そんな空間。ね、さあ、じゃあ、おかっち、みんなが乗り換えって言ったからさ。あ、そう、乗り換え。乗り換えも入ってる。乗り換えも入ってる。そこはでも大ヒントです。それはヒントですね。じゃあ、もうここ、いや、これ9位じゃ、ここ9位じゃないか。9位、9位狙い。さあ、じゃあ、
お母ちゃん行きましょう。ちょっと震えてる。やってやってください。さあちょっと振り子やってやってください。振り子式状態。ごめんなさい、もうこれ言っていいですか。いや言ってやんよ。明大前。明大前。明大前ね、いいですよ。明大前。明大前。違うんです、違うんです、聞いてください。聞いてください。ちょっとちょっと聞いてみましょう、聞いてみましょう。聞いてください。ちびっこがブーイングしてます。ちびっこがブーイングしてます。ちびっこブーイングしないでよ、ちびっこ。皆さん、岡安くんとちょっとね、はい、コメントがあるんでしょ。そうですね、そうです。事情を聞きましょう。はい、もうね、うん、ドキドキしすぎちゃって、うん、攻めたかったんですけど、明大前で停車しちゃいました。もうそれ以上先進めなくなっちゃって。ご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。明大前でよろしくお願いします。さあ、じゃあ手が振り子式特急ということでね。震えております。すごい震えておりますね。さあ、じゃあ明大前は第3位です。3位だ。ベスト3。3位でしょうな。でもなかなか分かんないもんですよね。いやー、ちょっと待ってくださいよ。でもね、これだとね、つまんなくなっちゃった。ちょっと、まあ、ちょっと、ただまだ、はい、まだ南田くん行こう。よっしゃ、さあ、じゃあ、はい、よっしゃ、南田さん、わしは攻めるで。出た。うわ、マジっすか。関西弁が出てまいりました。攻めるで。奈良出身。やりますぜ。南田祐介、41歳。41歳になります、今年で。そこはうるさい。年にこだわる男。はい、気配40とね、41歳。ここにはこだわる男。さあ、南さん、今何が空いてるんでしたっけ。さあ、今空いているのは1位、2位、4位、7位、9位、10位。わかりました。 OK、 じゃあ行きます。今パーフェクトですよ、今のとこ。ささずか。ささずか。どうですか。ささずかいいです。ささずか来ましたね。来ましたね。お願いします。わかりました。お願いします。それでは行きましょう。はい、では吉川さんから。ささずかは第12位です。みなみなさんの決起決定でした。攻めすぎました。難しいこれ。ささずか12位。いいとこ、いいとこ。攻めましたね。ささずか12位なんです、これ。攻めましたね。惜しいですね。これだから難しい。申し訳ないです。いいとこですよ、でもすごい。でもいいところを攻めていただきましたね。もう本当、これはファインプレーなんじゃないでしょうか。うまいですね。でもささずかは結構10位近辺いきましたけどね。最後まで行くのかな、これ。さあ、ちょっとワンアウト。ワンアウト。ワンアウト。やばい。これパーフェクト賞のね、慶応さんからの100万円はなくなりましたけども。慶応さんから。もともとお約束してなかったことない。もともとない。ごめんなさい。それ番組企画でございます。はい、さあ、それでは、野月さん行きましょう。ちょっと僕ね、はいはい、終点を行ってみたいですね。終点を行ってみたい。終点、これもね、終点なかなか。いやー、でもこれ終点は難しいぞ。さあ、みなみなさんがマイクを口に近づけることも忘れている。さあ、みなみなさんがマイクを忘れる。これは慌てている時だ。いや、終点、いや、もちろん終点でも一番ね、行けるとこはあるんですけど、はい、はいはい。さあ、これ帰れないと閉店になってしまいます。そうですね。そして、せっかく閉店から並んでいただいたエアトレーナーの皆さんの披露する時間がなくなります。ありがとうございます。お願いします。難しいな。さあ、それでは野月さん、もう行きましょう。高尾山口。高尾山口。なるほど。行きますか。これはそっちですか。会場の支持率も高い。会場の支持率は高い。どうでしょう。割れてますけどね、会場ね。これは、土日、そうですね、休日等の。これ見てください。これは攻めすぎだっていうことですか。やばいやばい。やばいやばい。ユーザーさんからやばい。やばいやばい。赤。さあ、どうだ。土日か。皆さんはどうですかね。さあ、皆さん、高尾山口あると思う人拍手。八王子よりは高尾山口かな。ないぞ、ないぞ。ないぞと思う人拍手。ないぞ。うわぁ。じゃあ今なら変えられるよ。チェンジは OK ですよね。まだ OK ですよね。チェンジいいですよ。まだ変えましょう。さあ、いいですか。チェンジはオーディエンスがノーと言っている。じゃあ吉祥寺。はい、吉祥寺。はい、吉祥寺。変えました。じゃあ吉祥寺。じゃあ吉祥寺。吉祥寺っすよ。じゃあ吉祥寺。
終点ですもん。じゃあちょっと待ってね。終点の攻め。吉祥寺。吉祥寺行きましょう。さあそれでは吉川さんからよろしいですか。日和すぎというユーザーさんのコメントがありますが、野月さん最終列車。最終列車。ファイナルアンサーみたいな。最終列車。最終列車出ましたんでいきます。吉祥寺。吉祥寺は第4位です。おー、いいじゃないですか。でも素晴らしい。5の上4と。さあ埋まってきましたね。ちなみに高尾山口は第何位でしょうか。これはでも言っちゃいますか。高尾山口は言っちゃいちゃう、言っちゃいましょうか、はい、お57位。危ない。セーフ。セーフ。これは危なかった。やはり土日だけを考えてはいけない。危ない。土日だけを考えてはいけなかった。よしよし、ちょっと待って。今何 1,2,4,5 はい。あ、じゃあ 1,2 もう1にはもう分かってるからいいから。7,9,10 7,9,10 位です。俺は攻めるよ。お !7,9,10 です。あ、向井谷プロデューサー。俺はね結構乗ってんすよ。はい、KO は、いろんな意味で、はい、だもんで雰囲気わかるんだけど、はい、終端駅、ほう、これ超攻めます。はい、橋本。橋本、ちょっと待ってくださいよ。橋本ですか。歓声が多い。歓声が上がってる。橋本ですか。これあると思う人。俺あると思う。俺わーすげー。橋本なかったら今年で統計書いてくれよ。みんな乗って、はい、これは橋本だ。終端、橋本ほぼ全員一致で。最終列車でよろしいですか。最終列車、最終列 車来るかな。さあ行きましょう。橋本は、はい、第7位。 おめでとうございます。すごい、素晴らしい。向井谷さん大ファインプレーでございます。向井谷さん、やっぱり向井谷さんはさすが。すごいプレーね。これは数々のプロデューサーの意外。意外と知られてませんけど、京王電鉄気合い入れてるんですよ、こっち方面。はい、そうなんですよね。だからこれ橋本特急ね、橋本って言われた時にやっぱり僕はね入ってると思った。すごい。でも入ってなかったらそのカーテンから帰ろうと思って。日頃から乗ってるって振りがありましたからね。そうですよね。素晴らしい。さあ残すは9位10位、そして皆さんが分かっている1位に1位に9位10位もう走った。どうしようか。こっから難しいぞ。ここからは大変だ。見当たんないよ。さあ見当たんないよ。おかち、おかえさんが、あ、子供から声援が。どこどこどこ。ちびっこから声援が来たの。なんだ、来たの。あの、来たの、来たの、来たの。誰今来たのって言った人は惑わさないでください。やめて、怖い怖い怖い。来たの。じゃあ、じゃあちょっとおかっち、はい、おかっち、あのオーディエンス、オーディエンス、誰か一人オーディエンス使わせてください。下に降りてって、降りてって、はい、降りてって、おかっちの誰か、誰か一人、おかっちさんを助けてあげてください。あの子、あの子、よし行こう。さあ、連結 OK です。連結 OK。 さあ、オーディエンス、オーディエンスを使いましたよ。オーディエンス使った、オーディエンス使った。おかっちはね、するか。オーディエンス50回使って大丈夫。50回使ってじゃあちょっと10位当ててください。成績桜ヶ丘。成績桜ヶ丘。なるほどね。成績桜ヶ丘。まだいる予定。まだいる。いける。その他のちびっこも。どこ、その他のちびっこも。どこだと思う。新宿。新宿。新宿。そうなんだよね。まだ上がってる。はい、まだ上がってる、まだ上がってる。よし、俺、じゃあ今んとこ新宿かな。今んとこ俺は。今んとこ新宿。さあ伸びますか、これ。ケーブルはギリギリですね。ケーブルはギリギリ。ケーブルどうだと思いますか。千歳から須山。千歳から須山ね。千歳から須山。怖いって、千歳から須山。あるね、千歳から須山。どこだと思う、どこだと思う。桜上水。あるんですよね、この辺ね。府中。はい、府中。なるほど。つつじが丘。さあ、これは逆に迷うパターンか。さあ、岡安さんが迷ってきた。大丈夫か、岡安。最後のちびっこに聞いてみましょう。高畑不動。君たちなんかちょっとね、なんかだんだん好みの駅に変わってきてる。好きな駅に。そうですね。はい、はい、じゃあ、じゃあ、このあたりでオーディエンスを相談して考えていただきましょう。今言った中から僕行きます。はい、行きますか。はい、どうぞ。新宿。言ってたじゃん。言ってたもんね。言ってたんだ。じゃあ言ってたから。岡安さん、あの、ちょっと。ああ、ああ、ああ。
聞いて、でもいつかは言わなきゃいけないからそりゃそうだね、そう、オッケー、いや僕はあの子を、あの子を信じて、信じてにします、オッケー、わかりました、オーディエンスを使いました、はい、オーディエンスを使って新宿、はい、さあそれでは吉川さん、お願いします、新宿は第1位です、あー最高さあ後ろの方でお父さんがブーイングをしているさて、今なんだっけ、ちびっこからもブーイングが上がるなんで言ってたのだって新宿って、はいはい、じゃあ皆さんお願いします、これ相当やばいっすよ、あとだ290 290か、さあ293とか、290です、3ない新宿出ましてね、3番メガネ前で出ております、岡安さんが先ほど当たりました、290 岡安さん1位3位いってますね、岡安さんですね、はい、岡安さんは上位の方を攻められています、俺もうちょっと分かんないね、誰かがやんないといけないから、90難しいな、そうそうです、ね、岡安さんがやってやんよで、やってやんよで1位と3位でございます、そして順番的に僕誰かアウトしない、あ、そうか、誰かがアウトになったらまだ待ってくる、ちょっとこれこれちょっとこのステージ上の僕たちの将来がかかってるね、これ90か、わかりました、わかりました、はい、南さん、わかりました、わかりました、それでは下田街道はやめようね、新鮮はやめようね、これは南田さん行きましょう、もうお攻めます、はい、攻めます、攻めます、はい、攻めますと来ました、90狙い、高畑不動結構支持率も高い、高畑不動支持率どうでしょう、確認しましょう、高畑不動あると思いますね、本戦これは支持率は非常に高い、本戦のですからね、それはなんか理由はありますか、そうか、理由は僕あの日野のね、ふるさと博物館ってとこで実習してたんですけども、実習、はい、僕以外の人はね全員高畑不動を使ってたんですよ、だから使ってる人多いかなと思いまして、なるほど、そして何の実習かが気になります、実習、はい、あ、ですから会社になってから、あ、いやいや、あの学生の頃、学生の頃に、なるほど、これねやっぱ高畑不動はね、これちょっとね今後のね、プルプルするさあ南田さん、とても振り越し切りになってきました、南田さん特急も止まるし、特急も止まるし、ね、これは興味深い、それでは最終高畑不動でファイナルトレイン、はい、ファイナルトレイン、はい、さあわかりました、ラスト高畑不動は、はい、第16位です、あー、南田さん、南田さんお手つき2回目でございます、ツーアウト、やばい、2アウトだ、追い込まれた、じゃあもう僕攻めれなくなっちゃったじゃないですか、ルール変更、ルール変更、1人スリーアウトでアウトそうします、そうしましょう、そうしましょう、1人スリーアウト、もう絶対自信ねえもんこの先俺そうしましょう、そうしましょうか、はい、はい、じゃあもうそこは個人プレーで参りましょう、バンバン行きましょう、したら、さあ野月さん、じゃあここはですね、はい、先ほど向谷さんのブバガラがあったので、はい、そして今高畑不動というデータも出ましたんで、はい、おそらくこれから考えるとですね、うん、府中はまだ出てない、あ、出てない、そうですね、先ほどちびっ子が言ってましたけれども、子供が一人いたね、はい、府中って言ったんだ、手堅く府中という、府中、府中、府中、これはいいんじゃないですか、入りましたよ、これ9位か10位でしょ、これ、はい、これはこのライン上じゃないかなと、なるほど、最終列車でよろしいですか、最終列車、はい、ファイナルトレイン、ファイナルトレイン、ファイナルトレイン、さあ府中、府中は第9位、おー、ありがとうございます、ファインプレー、すごい、大ファインプレー、ファインプレー、ファインプレー、さあ大ファインプレーです、先ほど岡安さんが通過した府中、先ほど岡安さんが収監された府中でございます、さあ、さあ言い方悪い、言い方悪い、すいません先輩、さあ残りはあと2つ、はい、お2位と10位、じゃあさあ向井さん奇跡を、向井さんお願いします、向井さん、これやっぱもうあのワンアウト、あとワンアウトにしましょう、あとワンアウトでいきましょうか、ね、もうこれでダメだったらもう、はい、そうですね、まあでもここ、ね、で当たったらもう当たるでしょ、あと2位なんですよ、そうですよ、そうですね、で岡井さん1位3を当てることになるってことその通りでございます、もう向井さんがこれ当てたら、はい、そうですね、または向井さんが2位を当てて、いやダメ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 、向井さん2位ダメよさあさあここ
向谷さんに向谷さん向谷さん2位やっちゃダメだったそれはちょっと拍手が沸き起こっているがただユーザーさんも比較的ヒントを多く出してくださっている笹塚は12位でしたね、はい、笹塚は12位でございます。7位8位当てますからね向谷さんはね。ダメだって渋谷って言ってとか言っちゃダメだよ言っちゃ読まないのいやダメだってコメント読まない。誰か子供がさ千歳から瀬山って言ったのもピクンってきてんだよね。ああそうですね。あの辺結構住宅が多いですし、結構学校とかも多いし、あ学校も ね逆に上りも下りも ねもうこれが最後のチャンスですね。あちょっと待って、ね、お時間もね、はい、俺はね攻めるよ。攻めてください。ありがとうございます。これはね多分、はい、京王電鉄が一番力を入れてるエリア、先ほどの橋本エリアの中の駅を一つ突っ込んでみて、ダメだったらごめんなさい。行くぜ。小田急と戦ってるあのエリアの京王多摩センター。おーどうだ、京王多摩センターだろう。会場のシリーズは最高です。すごい最高潮です。割れんばかりの超える。なるほど、ここまではおーいいぞいいぞ。あユーザーさんの支持率も高い。実はいいんじゃねとこう、ね、拍手が沸き起こっていますけれども、じゃあ千歳から瀬山じゃなくていい京王多摩センター、はい、はい、いきますか。最終列車、はい、はい、じゃあいきますよ、はい、京王多摩センター、よし第10位。おめでとうございます。おめでとうございます。タッチに締めてもらいましょう、はい、じゃあ最後の第2位でございます。これ第2位、まあ、どうしようこれもう新喜劇じゃないんですよ、だからこれもうだってね、これ本当にありがとうございます。僕はじゃあワンツースリーを独占ということで、はい、ありがとうございます最後の駅は、はい、渋谷駅。渋谷、渋谷駅。これで間違って俺ゲロ吐いちゃうんだけどステージ上でどうする18位とかだったら俺ゲロ吐いちゃうんですけどさあ吉川さんいかがでしょうか。ましょう、じゃあ、渋谷、はい、渋谷は第2位です。おめでとう。コンプリート、コンプリート、すごい、やりましたね。慶応カエルマ展達成です。おめでとうございます。すごい、ワンアウトね、ツーアウトまで追い込まれてましたけど、これはすごいですね。そこから奇跡の逆転劇、タマセンター9位10位いきましたからね。すごいですね。ちなみにさっき迷ってた千歳烏山11位です、はい、おー、すごい、素晴らしい、すごいわ、すごい、これはもう野口さん、本当にね、申し訳ない、皆さんの超ファインプレーでございます。笹塚外したでしょ、はい、だからやっぱりその乗り換え駅っていうのを、うん、頭にずっと残ってたので、うん、ちょっと多摩センターも乗り換え駅だもんね。そうですね、モノレールだからそういうので乗降客稼いだなと思うけど、全然自信なかった今俺。千歳烏山お見事ですよ。迷ったね、多摩センターとあと分倍瓦当てて、分倍瓦よう当てられましたですね。あと橋本も当ててました。橋本はだっていいデータになりましたね。橋本が入ってるってことはあの路線の乗客が増えてるってことだから、そうですね、途中駅もあるということですね。いやでも疲れちゃって俺も、ね、いやーちょっと今度はみなみなさんも向井さんも大好きな鉄道フィフティフィフティもしようというお話だったんですけど、そうだね、そうそうそう、やりましょうよ、フィフティフィフティ、なんか行きましょうか。それじゃあ、はい、せっかくですから、じゃあここで岡谷さんはお名返上していただきまして、はい、いやでもおかっちもナイスプレー。いやだって誰か言わなきゃいけないんだから、そりゃそうそう、そうでしょ、そりゃそうだよ。これ先輩方が新宿って言ったら面白くないそこは私が担いました。岡谷さんがね背負ってくださったんですね、役割が。一番この中でベスト3当ててるからね、すごいよね。貫禄ですね。素晴らしい、貫禄、貫禄、まあ、さあ、ね、すごい、それでは参りましょうか、はい、ここからは鉄道フィフティフィフティ。いやもうか
かなり皆さんちょっと老けましたね。ちょっと緑お疲れの色が見えるところ大変恐縮なんですけれども、ホールドスプレーが必要だな。鉄分高まっておりますが、まあ鉄道にまつわるこうエピソードで50対50、支持率50対50を目指すというですね、はい、コーナーです。ユーザーさんにもご参加いただきます。聞けるんですよね、皆さんにね。そう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 、はい、ね、質問をね、答えが50対50になるような、うん、そんな質問を我々で考えるというそういうコーナーです。はい、もう向谷プロデューサーがもう放心状態よく死に入っております。そうそうそう、もうちょっと車庫に入ってますけど、はい、桜川が言っちゃいましたけれども、じゃあせっかくですから吉川さんどうですか。わかりました。じゃあ僕が、ね、聞いちゃおうかな。今進行してくださったので、はい、じゃあ、どうしようかな。慶応といえば、慶応といえば、慶応の車両といえば、慶応の車両といえば、昔の5000系、5000系か、井の頭線の3000系。井の頭線の3000系か、どっち、どっちが慶応っぽい。あー、ミスター慶応。これはいい質問かもしれないですね。9000もありか、9000、7000と、あ、迷い出しましたね。7000と8000とかでもいい。迷い出した、迷い出しましたね。迷い出しましたね。どうしますか。こっちも 50-50 まで戦ってますけど、あ、でも行きます。あの昔のね、井の頭線のあの顔のね、うん、あの3000か、はい、やっぱあの5000か、5000か、さあ、いきます、行ってみます。いずれも人気車両でございます。まあ、序盤なんでどれくらいな感じか。はい、はい、さあ、それではここからの判定は、まあ、会場とこのニコ生ユーザーの皆さんになります。会場の支持率一回見てみてオーディエンスしてもいいかもしれないですね。あ、そうですか。でも、まずオーディエンスで分けた方がいいです。こちらの皆さんに、ね、はい、拍手で、はい、じゃあ、あの慶応といえば昔の5000系だって方。おー、それか井の頭線の3000系だっていう方。あ、これ5000だな、はい、これ5000だな。5000によってますね。じゃあネット上の、はい、じゃあネット上の答えはこちら。本線ですか。出ますか。お願いします。あ、5000だ。5000の支持率が高い。あ、なるほどね。64.3% か。4.3%。そして3000が 35.7% でございます。やっぱでもあの5000の顔はかっこいいですもんね。うん、あ、そっか、やっぱ、ね、パノラミックな感じでね。そうですね、あとちびっこの支持率が高かったように思いますね。なるほど。じゃあ続いてここで、はい、じゃあ南さん行きますか。俺行きますか。はい、俺また16位取っちゃうかな。なんかすごい気にしてて。大丈夫大丈夫。さっきから。さっきのまだ引きずってるんですか。お一方だけ。分かった。引きずって。じゃあこうしましょう。はい。ね、これはあのネットは全国でご覧になってますよね、ニコ生は。はい、そういった面を考えて、はい、うん、慶応、うん、井の頭線に、はい、乗ったことがある、おお、またはない。あ、全国の方だから。全国の方だから。なるほど、ね。まあ、もう皆さん会場は支持率はね、会場はもう乗ったことがないっていうところで拍手した人はこのお店の中から出ないといけないから。そんな、ね、これはじゃあ会場なしで、会場なしで、会場の皆さんはね、乗ったことありますよね。ありますよね。関東の方は大体乗られてるんですね。あ、でもない方いらっしゃる。北海道から来ました。じゃあ一応会場で聞いてみましょう。聞いてみましょうか、はい。じゃあ遠方の方もいらっしゃるという前提で会場でも聞いてみましょう。はい、さあ、慶応井の頭線に乗ったことがある方。じゃあ乗ったことがない方。いらっしゃる。結構いらっしゃる。いらっしゃる。遠くから来ていただいたんです。遠方の方。はい、三重から三重県はね、なるほど、島風には乗ってても井の頭線はない可能性がある。井の頭線、そうですね、横浜。あ、まだ大丈夫そうですね。まだまだないね、まだそれはありますね。なるほど、うん。さあ、じゃあ全国の皆さんに、全国どの程度の方が、はい、これを見てる全国の方のどの程度の方がこれを見てる、あの乗ったことがあるか、こちら、はい、京王電鉄のこれマーケットリサーチの方で使っていただきたいと思います。そうですね、データとしてね、データとしてね、はい、ビッグデータですからね。そうですね、はい、1番ある2番ない。さあ結果はどうぞ。あー、あるだろう。ある
これが 60%。 そういうことは今日本の人口が1億を超えてますんで、はい、およそ6000万人の方がすでに使われてる。いやいや、これ全員じゃないですから。全国の人今視聴者数はどれぐらいですか、ちなみに見えますでしょうか。さあ、そのうちの 60.3% がある、39.6% が大ですね。そうですね、はい、はい、1100人の方がご覧いただいている。なるほど。じゃあ、はい、選ばれた1000人の方がご覧くださっています。さあ、じゃあ、おこっち、はい、じゃあ僕、おこっち、じゃあ、この夏、はい、元慶応井の頭線に乗りに行くなら、うん、どっち、はい、うわ、やられた。上毛電鉄か上毛電鉄か北陸鉄道。あ、やられた。完全に一緒じゃないですか。一緒、岡安さんと一緒か。俺上位3つ当ててますから。あ、上毛タオルですかね、それは。上毛タオルを持っている方がいらっしゃる。素晴らしい。心臓血管センター、心臓血管センター、気になる駅もありますけれども、会場の皆さん、会場ね、はい。さあ、それでは、まあ、この夏元慶応の車両に乗りに行くなら、はい、まず1番上毛電鉄と思う方、拍手お願いします。おお、うん、上電、うん、近いですからね。じゃあ2番北陸鉄道と思う方、拍手お願いします。あ、いいぞ、これいい、これいいじゃないですか。新幹線も通ったし、浅野川線、行きやすくなりますからね。間違えてあっちの方行かないといけないですね。はい、浅野川線の方ですね。はい、さあさあさあ、それでは、ユーザーの皆さんの答えは、じゃあ皆さん振りを、いいですか、大好きな振りを。1番、上毛電鉄、2番、北陸鉄道、答えをオープン。あー、北陸だ、北陸、北陸だ。上毛電鉄が 40.2%、 これでもだんだん北陸鉄道が59.8% ということですね。もうだんだんこれ、フィフティフィフティに近づいてきてますね。もしかしたら新幹線パワーというのもね、後押ししてるかもしれないです ね、 ですね。確かにね。さあ、では野崎さん。そうか、僕お母さんに取られちゃったかな。じゃあ、もう少し範囲を広げまして、はい、広げて、元京王電鉄の車両に乗りたいなら、乗りたいなら、どっち、はい、1、市畑、島根、はい、2、これは銚子。あ、銚子、これは旧型が走ってますから、これはいい感じ。銚子ね、いいとこ来たね、今ね。いいこと、またエリアが真逆ですからね。いい感じですよ。しかもね、島根はね、サンライズをちらつかせて、そうですね、それとセットでなりますから、調子は調子でね、リハにも乗れますからね。リハにもね。さあ、それでは聞いてまいりましょう。元慶応車両に乗るなら、1番バタデン、2番、あ、1番の方、じゃあお願いします。1番、ね、1番石畑電気鉄道、そして2番調子電鉄。調子です。お、結構いいじゃないですか。これは関東だけある。結構いいんじゃないですか。なるほど。会場オーディエンスは若干銚子電鉄が優勢ですね。ちょっとね、銚子電鉄優勢な感じですね。じゃあ南田さん、はい、お願いしますよ。オープン。1番市畑、2番銚子、答えをオープン。おー、おー、おー、惜しい、素晴らしい。市畑電鉄 47.2%、 銚子電鉄 52.8%。 惜しい。ちょっとこれは迫ってきました。じゃあもう今日は最後、向井屋さんにね、向井屋プロデューサーバッチリ決めてやってください。決めていきましょう。今はすごい思いつきました。はい、なんだっけ、はい、タマセンター、全然関係ないですね。今言ってた、電鉄の関係者、ぜひこのアンケートというか、この50-50聞いていただきたいと思います。はい、この慶応がもう大変な会社に変わる。大変な会社に変わる50-50です。何ですか？もし慶応電鉄が特別列車を走らせるとしたら、おお、この慶応線内を縦横無尽に夜行で走らせる。夜行で走らせるが慶応の星か。慶応の星でした。慶応の星、七つ星みたいな。もしくは、ほう、夜行か、日本屈指のシェフの手によるスイーツと料理が存分に楽しめるある慶応。ちゃんと字を間違えたね。なるほど、ある慶応ですね。慶応の星に乗りたいか、
ある KO に乗りたいか。なるほど。じゃあ早速アーリエス来てまいりましょう。関東圏の皆さんも、はい、わざわざ九州に行かなくても、KO の星かはっきり知ってるとKO のどちらかが選べると。あ、この企画はですね、もし決まればもう神になれますね。じゃあちょっと聞いてみましょ う。新宿駅にも特別のこう入り口がちゃんとできましたね。あ、ラウンジがあっていいですね。もちろん中の音楽は私がちゃんとオリジナルになりました。さすが。そうですね、まあ、独特の、まあ、なんでしょうね、風情のあるメロディーホーンが鳴ってですね、もう本当にですね、こういった、じゃあ夜行か夜行の星、食堂車付きある KO。 さあ皆さん会場、まず KO の星はどれでしょうか。しんどい、夜行もいる、続いてある KO。 ある KO、 ある KO の支持率が。それではネットの皆さん、どうぞどうぞ。KO 63.4%、はい、ありがとうございました。ということで KO 電鉄の関係者の皆さん、はい、ある KO の路線でよろしくお願いしたいと思います。ミニーでございますんでね、はい、ありがとうございました。以上、鉄道50/50でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあということで、およそ1時間の運行を目指しておりましたが、安定の4分円でございます。でもこれ早い方ですね。あ、そうですか。よかったです。俺ステージでこんなに視力くしゃくしゃしたのはもうくしゃくしゃですよ。僕も握りしめてましたもん。くしゃくしゃ。でもいい思い出だったのね。汗が染みたの。そうですよ。盛り上がってよかった。まだ3回もありますからね。あの、エネルギーをちゃんと、はい、蓄積しておいていただきたいんですが、はい、さあここで皆さんにお知らせがございます。この後15時からエアトレイン大会開催してまいりますが、参加の皆さんですね、15分前にはこちらのステージ横にお集まりいただきますようお願い申し上げます。はい。はい、さあそしてそれぞれお知らせなどを伺ってまいりたいと思います。はい、さあではまず告知を向谷さんからいきますか。はい、告知、ですね、全然、はい、あのマニアックな話なんですけど、はい、自分たちがやってるいろんな、シミュレーターとか、はい、もろもろですね、今年鉄道技術展というところに出しまして、おー、いろんなもの出して、はい、いろいろ作ったものを、お見せする機会が11月にありますんで。素晴らしい。ちょっと関係者が中心ですけど、一般の方も見に来られるかもしれないんで、幕張でありますんで。はい、はい、うん、ね、2年に1回しか開催されないです。鉄道技術展ですね、ちょっとね、結構特許絡みのものとか出す予定なんで、わーまーまー、ボタンを押すと俺の顔が出るとか、そういうすごい特許です ね。いよいよ本当にある KO も真実味現実味を帯びてくるという、ね、そうですね、その手の企画も、はい、僕得意なんで、いつでも見ていただければなんか今日はそれと、はい、僕らだけじゃなくて皆さんのいろんなグッズの、はい、販売もやってますんでね、はい、あと後ほどまたサイン会なんかもやらせていただきますんで、はい、今日はとにかくこれだけじゃなくてエアトレインもありますんで、はい、15時から予定しておりますので、1日 KO デパートで楽しんでいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあそれぞれのお知らせもこの後のエアトレイン大会、お二人は、はいはい、出演なさらないの で、 そうです、ね、はい、せっかくですから告知をしていただきたいと思います。わらがみ様を撮影した番組で、はい、一緒に出てますので、ね、はい、あと鉄道一人旅って番組があったりとか、はい、吉川さんのね、あ、そんなに見て、あらら、ありがとうございます。はい、どうもすいません。あ、見てる方がたくさんいらっしゃるんですね。ありがとうございます。雑誌はレールマガジンって雑誌に連載したりとか、まあ、いろいろやってますので、はい、また見てください。ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうも。さあでは見事1位から3位までを当てられた林さん、キングね、今日のチャンピオン、はい、今日のチャンピオン、ワンツースリーを、はい、決めさせていただきました。お返しですありがとうございます。あ、僕も今日グッズで単独ライブの DVD なんかも今日持ってきたんで、その DVD って会場、はい、うん、単独ライブの会場でしか発売しないんですけど、はい、今回特別にちょっと出させてもらって、あら、まあ、僕相方2人いるんですけど、相方2人は全く鉄道好きじゃないんですよ、うん、そんな中、うん、なんとかして鉄道のネタを1本入れましたので、おー、素晴らしい、強引に入れさせていただいてますので、ぜひそれもよかったら見てください。はい、お願いいたします。ありがとうございました。あとはまあカルタとか買っていただいたサインします。わらがみ様カルタありますからね。はい、書きます。はい、さあそして南出さん、我々ホリプロからもちびっこ向けの、はい、お知らせがありますね。お知らせがあります。はい。
8月19日何回言うんですか、水曜日ですね、ちょっと南野さん、はい、さっきのあの12笹塚のあたりから元気がなくなってきちゃって、ね、お手つきを唯一2つ当てたのは南田さんでしたからね。かなり地下深く潜ってます。かなり臨海線みたいになってます。残念ながら出てください、はい、地上に地上に出てください。JTB 時刻表、はい、のイベントを、行いますので11時から、1回目でその日は4回やります、うん、はい、ですので30分のイベントなんですけど、特に、皆さんちっちゃいお友達は、そうですね、お友達に時刻表の使い方をね、あとこういう風に見ると楽しいよっていうようなことをちょっとやっていき、うん、行こうかなということになっておりますので、はい、あとそうだ、日テレステージも僕らの一緒に、あ、せや、22日あの僕と南田さんと、はい、日テレの藤田、うん、汐留のあそこの特設ステージが、はい、うん、お祭りが日テレのあります。よかった、うん、よかった、来て、はい、そんな感じでございます。遊びに来てください、はい、さあ、そして野月さんからはさまざまなグッズを本日もご用意いただいていると伺っていますけれども、はい、ですね、車掌バッグに入れてまいりました。素晴らしい。出た。まずは、アルバムでございますが、こちら最新のものがモータマン2015になってます。はい、昨年スーパーベルズデビュー15周年を迎えましてですね、 おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それを記念したアルバムで、ございますね、輝きとかをテーマにした曲も入ってます。結構最新のもので、あとはメドレーをね、15年間やってきたものをいろいろ乗り継げるようにね、つなげてみた40分間のメドレーが、ノンストップで徒歩で乗り継げるとこも入ってます。ちなみにそちらどちらでしたっけ。貿易、新秋津とか、お楽しみね。あそこ歩きますからね。こちら最新のアルバム、他にも各種タイトル持ってきておりますんで、あとはですね、この夏おすすめのアイテムが、南さんちょっとこちらを持っていただいてですね、このような完成が上がっています。プラットフォームの表示、番線表示のようなタオルを作ってみました。これはもちろん妄想鉄道ですね、はい、南さんの駅名も載ってたりするんですが、こちらぜひ使った後はですね、天井近くに干していただければですね、ご家庭がホームとして、使えると。あとこの半分に折っていただければですね、対抗式ホームとしてもですね、使用できますので。お客様の中でやろうと思ってた方がいるみたいで先におっしゃってました。さすがですね、素晴らしい、はい、またはね、笹塚的な、笹塚じゃないわ。どんだけ引きずってるんですか。引きずりすぎて、引きずりすぎて、初代って言ってもらえた、初代って言うつもり、引きずりすぎました。日本鉄道等の、うちはもう新しくクリアブルーで作ってまいりましたので、はい、あ、持ってくれてる、ありがとうね。ありがとうございます。 あっちでしたっけ、売ってんの。はい、あちら側、はい、向かって奥にございますので、スタッフさん手上がるかな、見えないか、ね、聞こえないかもしれないですね。このベルツさんのグッズもね、はい、奥で販売しておりますので、はい、ぜひ、うちは今日は缶バッジも おまけでついてますんで、お得になっておりますんで、ぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いいたします。僕も一つ忘れてました、あの CD が、はい、あの CD 出てありますって。ちょっと CD 忘れてた。忘れてた。俺自分で CD 持ってく忘れてた。CD 忘れてた。でもなんかね、ちょっとここで言うの何かなと思って、東京メトロ東西線の CD なんでね。そうなんですね。あのでもあの慶応さんもね、ぜひあの慶応さんもあの発車メロディ作らせていただければ、すぐ CD になってここで売れますんで。はい。お願いいたします。あとあのキーホルダーをですね、いつも作ってる、今日の日付と何倍入りのやつを、こちらも用意してありますので。あと16日はスーパーベルズ、うん、再びこのステージですね、13時からライブを行わせていただきます。16日の13時、はい、16日は再び、はい、今日は歌われないんですもんね。今日は歌いません。、はい、16日に聞きに来てください。はい、はい、皆さんお待ちしております。ということで、以上鉄道バラエティーショーでした。ありがとうございま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 した。どうぞ皆さんご相談ください。ダリーハリー吉川雅宏さんでした。ありがとうございました。斜め45度岡安明宏さんでした。ありがとうございました。向谷美奈さんでした。ありがとうございました。野月貴宏さん、そして南田マネージャーでした。ありがとうございました。ダシンコバックのともみでした。ありがとうございました。この後15時からのステージもお待ちしております。
さあそして皆様にお願いがございます。あの立ち見のお客様にお願いです。観客席から退出されるお客様のためにあの係員の指示に従って道を開けていただきますようお願い申し上げます。大変恐れ入りますが、立ち見のお客様、観客席から退出される方いらっしゃいますので係員の指示に従って道を開けていただきますようお願い申し上げます。さあそしてこの後のエアトレイン大会、そして各種グッズ販売も行っております。そしてサイン会も準備が整い次第皆様ご案内してまいりますのでどうぞご参加くださいませ。